スタバのキーホルダーでお会計してるけど、どうなってんもってコメントもらってて、自分がいつもお会計してる時に使ってる、これ気になってる人多いみたいやから、今回はこれが何なのか紹介するな。これは、スタバとビームスがコラボした、タッチ・ザ・ドリップっていうグッズで、ちょっと前にも動画にしたことあるんやけど、このキーホルダーをスタバの公式アプリに登録すれば、チャージするだけでタッチ決済ができるね。キーホルダーになってるから、自分はよくポケットに入れてる IC カード入れとかにつけてて、他にもカバンとか、ベースケースとか、ベースのストラップピンとか、ギターのヘッドとか、ゲームコントローラーとか、お気に入りの香水とか、ワイヤレスイヤホンとか、エピデオゲルとか、自分の好きなところにつけられるね。昔これのレザータイプのやつとか、バッグの形したタイプが抽選販売されてて、その時は外れてしまったんやけど、このクリアキーホルダーは抽選とかじゃなくて、ビームスの一部店舗で告知なしでしれっと販売されてるね。大阪やったら12月末くらいに梅田のビームス行ったらまだあったから、気になる人は探してみて。ちなみに色は5色あって、緑とか売り切れてるとこもあるみたいやから、欲しい色あったら迷わず買っちゃいな。あと大阪以外で売ってる店舗は知らんねん。ごめんな。